今私の業界ですから、本当に皆さん頑張ってますよね。2回目の講習会大丈夫かなと思ったらすごい人が集まってますよね。それだけ関心を持っている人がいる。ジオパークがこの一つの島で、ジオパークを小さな島でも、もしこれが町づくりにつながるとしたら、大島に行ったら子供もじいちゃんもばあちゃんもタクシーの運転手も誰もがジオパークのことは俺らよう分かんないけどこうだよって言えるような町になったらジオパークは生きるということを僕いろんなところで発言したり書いたんですよ。現点で大島は富士箱根伊豆国立公園の一員、国際優秀椿園にも認定される。そしてこのジオパーク全て共通してますので、いつも東海地線に奥に出すこの観光ポスターが都内日本中に貼られますよね。皆さんあの中に書きましょうよ。まず国立公園、世界優秀椿園、ジオパーク、常に全ての大島をコマーシャルするあらゆる出版物、あらゆる場面でそのことをまず前面に出す。そのことで広がるんですよね。今ちょっと危惧してるのは、結局一部の人間だけだって中心になってるのは、ほら外から来た人間だってとかね、いう声も聞こえるんです。だから私は頑張ってくれていますけどね、そんなことはない、だったら恥ずかしいじゃないぐらいの取り組みが必要ですよね。ということで私は評価じゃなくて、中には厳しい声ありますよ。ジオパークで本当に観光はどうにかなるのか、そんな起爆剤なんて言っていいのかって声もあります。でも言葉じゃなくてそれはやりましょう。せっかくここまでやってきたんだ、やれるだけの価値が大島にあるからなんで、一緒になってね、明日の大島、次の時代に担う町を作っていくためにもジオパークは大事だということを私は